paso del tiempo, escapó esto de barata, ya, ya. Hay una injusticia y otro pide, no me cansa, ya, ya. Hay una injusticia y otro pide, no me cansa, ya, ya. Cuando te venga conmigo, ¿a dónde te voy a llevar? Ya date una vueltacita ahí por la muralla, ya.16日、後藤邸の新築パーティー並びに、後藤忠政会長の誕生パーティーにお運びをくださいまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ちょっとだけ飲め。これは一瓶伺いました。何百万円もするんだそうでございます。一口だけ味わわせていただきます。こんなもんじゃダメだって。私がフランスにいる頃、東北でマンズワインを飲みました。マンズ先に飲みました。ありがとうございます。会長さん、ありがとうございます。だって誕生日はあるんです。でもどれぐらいの方が祝ってくれるか、その方のステータスです。見てください、これだけ多くの方が後藤会長の誕生日に集まってください。人間は50になろうが60になろうが70になろうが、自分が若いと思って生きているんだそうでございます。皆さん、年齢なんか気にすることはありません。大事なのはいくつに見えるかです。よく頑張っていらっしゃいます。しかしそれにしても中高年の皆さんに日の当たらない時代がやってきました。新聞を見れば年金が足らない、年金が足らないと書いてあります。でも綺麗な人ほど、姉さん、幸せをつかめないのです。鼻が出てるから、鼻が出てたっていいんです。鼻の出た男には鼻の出た女がいます。いや、俺はハゲてるから、ハゲなんか気にすることないんです。恋に励めば。地球が誕生して45億年、45億年の地球のサイズから私たち人類80年の人生はどれぐらいの秒数かと言いますと、たったの45秒だそうです。女には綺麗な人と綺麗じゃない2種類がいます。3種類はいないのです。綺麗な人はいいです。生まれた時から綺麗なんです。気の毒なのはブスです。生まれた時がブスなんです。注意1秒だけ1秒です。姉さんもこの中にいらっしゃる。今時こんな平地の家に住んでるのは会長と受験者だけです。浅田正孝でございます。どうもお誕生日おめでとうございます。会長、本当に。それでは今日は、天国の方から
磯井ひばりさんをお呼びいたしまして、磯井ひばりさんのナンバーを何曲か聴いていただきたいと思います。歌も楽しいな東京金土無釈旅場と言いました。そうですね、よかったら、はい、大作さんではもう無釈旅場でございますから、一人は心に残る思い出の歌があります。忘れられない歌があります。尾形大作のミリオンセラーです。聞いてあげてください。熱唱です。縁を正して歌います。無釈旅場、拍手をいただけたら幸せでございます。自分で駆けつけて、あ、それが本当のお祝いです。さあ自分でな、
血が増す。これはな、女がいるからこそ描くし、女は男がいるからこそどうにもならん顔でも化粧を塗ったチャリに飯を通しよう。これが男と女だ、女たちはジャンカー。枝には花が咲くように、男が お人柄だと思います。なるほどね。その髪にはやっぱりかなちゃん、あ、そうです、お姉さんがいたら、お姉さん、お母さんが、そうですね、だからだと思います。はい、私もいつもね、お世話になってますけれども、はい、今日は本当におめでとうございました。別れ話の季節はささくれだたに聞いてくれ、今じゃ喧嘩もできないが、どうしているのよ、こんなよ、あんた心中迷いどおり、思い出数えているのな、ここでもう一度ねえ暮らそうよ。ここでご挨拶をいただきたいと思います。先ほど私が喋ってる時に、おいでくださいました千田光雄さん、このような立派お家建てられたらもう僕のおかげだと会長いつも喜んでおります。昨日電話もらって今日来れるタレントはなかなかおりません。今日の朝お電話いただいたのですけれども、私今安岡力也先輩と一緒に、東京日比谷の、日生劇場というところで薬師丸ひろ子さんのシュガーというミュージカルいただきまして、それが先ほど4時半に終わったもんですけども、エンディングのフィナーレも出てくれって言ったんですけども、僕ら2人出ない出ないダメです、東方の約束でエンディング出なきゃダメですって言われたんですけども、いや後藤会長の誕生日ですから出なくて結構ですと言われまして、無事に来ることができました。誠にありがとうございます。じゃあ大地さんになりましても皆様とお付き合いは今まで通り変わらずなさってもらいますから、どうぞ遠慮なく今のうちに先物買いで応援していただきたいと思います。心から、後藤会長の、お誕生日をお祝いします。バンザーイバンザーイ、ありがとうございます。今バンザーイした方は千田川の外側そばに行きますから、一人2000円ずつですね、明日舞台千田川でした拍手を迎えるとか、そういうやらせをやっていただきたいと思います。本当に今日は天気も台風も無事に過ぎましてですね、後藤会長の誕生日しっかり晴れ晴れまして、東京のお天気とっても良かった、本当にあとはですね、わずか小さな虫だけだと聞いておりますけども、私、来年第二黄金期を迎えます。どうぞ皆様の中で講演会を作ってあげようとかですね、ファンクラブを作ってあげようとかでは、どうぞ今日のうち今がチャンスです。どうぞお声をかけていただいております。誰も聞いておりませんけど誠にありがとうございました。記念いたしまして鏡開きでございます。よろしいでしょうか。1等2等3、おめでとうございます。大きな拍手をお願いします。拍手が交わされています。万感胸に迫る思いがあります。
柏原様に、乾杯の音頭を取っていただくことになっております。恐れますが乾杯の音頭を取りますのでマイクロフォンを柏原さんにお渡しくださいますようお願いを申し上げます。大変遅れまして申し訳ございません。今日は誕生日お祝い本当におめでとうございます。また待望の新築は見事に立派に完成いたしました。心からお喜び申し上げます。どうかこれからは体には十分に気をつけられまして、そして後藤家のシンボルとしていつまでもいつまでも輝いていただきたいと思います。それでは後藤家のお宅をと晩宴を記念いたしまして乾杯の音頭を取らさせていただきますので、どうか皆さん方ご唱和のほどよろしくお願いいたします。それでは乾杯。乾杯。どうも大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。心からおかげなんだとしみじみと語っておられました。分かるような気持ちがいたします。照りにつけ曇りにつけ、おそらくこの30年いろんなことがあったでしょう。そして今おそらく万感胸に迫るものがあるはずです。そしてあのことが、いや、そしていつものあの遠い昔が走馬灯のように流れてるはずであります。かな子夫人も涙をためていらっしゃいます。おめでとうございます。そのままのお姿でしばらく皆さんを見つめてくださいますようお願いいたします。どうぞもう一度大きな拍手をお願いします。大変申し訳ございませんけれども、今お持ちになっていらっしゃる方は今お渡しください。今お渡しください。もうすでに今ご紹介に預かりました石井でございます。後藤会長、本日はお誕生日おめでとうございます。準備が出来上がりました。平安の格闘模範演技でもあります。さあそれでは係の方にマイクを渡します。本日は、後藤会長、新築祝い、お誕生日、また、結婚30周年記念誠におめでとうございます。私どもの、拙い、芸ですが、芸といいますか私どもの試し割りをこちらの方でご披露させていただきます。何分未熟なもんですがよろしくご鑑賞のほどよろしくお願いいたします。まずはじめに、私ども96年、97年、95年、96年全日本空手道選手権大会で、2連覇いたしました、小安二段によります、三歩試し割りを行います。
続きまして、空手道には多彩な型の演武がございますが、その中におきまして、千円鎮という方がございます。その千円鎮の方に合わせまして、私ども、南大阪本部、支部長中川2段、そして総本部後川3段によります、千円鎮の型をご披露させていただきます。くそ